とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。バトルスタッフ、強いのを持ってたら使ってみてくださいということですね。ありがとうございます。1を持ってるんですけども、ほぼ使ったことはないです。これですね。成長するスタッフ。二つスタッフはあるんだけども、こっちの方が俺は強いかなと思います。追い打ちがもともとついてるやつですね。それに、虚無さんです。で、下に、クリティカルと、リフレッシュ。で、重力は多分必要だと思うんだよね。これ系は多分重力必要だと思う。なので、それを入れてやっていきましょう。いけるかな？それではラストステージ行ってみましょう。アーティファクトはブーツドラキノコですね。どんな感じだろう。なるほど。まあ防具の、霊気に結構助けられてる感じか。あ、でもポーションバリア使わずにいけたな。火力が高いのよ、これ。火力が高い。はいはい。問題は、火力が高いのが、最後の方の攻撃。途中がね、あんまり強力じゃないんだよね。し、リーチがすごく短い。おいって、なんだこれ。おー、よういけたな。え、いや、意外といける？俺があまり使わないだけで、お、あ、お、結構、強いな。お、あの、思った以上に、全然強い。お、あ、あ、え、こんな強かったっけ、これ。お、いや、あ、いや、多分、そうか。ステージの難易度が、まだいまいちなん、かな、うん、だな。多分、旗を取り出したら、こういうわけにもいかないでしょうよ。旗全部取っていきましょう。お、旗ないとね、いや、全然、歯応えがない。いや、まあ、そんだけ強いってことよね。おお、火力驚くほど高い。こんな高かったっけ。だからちょっとこれね、驚きなんだよね。ここまで強かったかっていうところ、なんかちょっとラグいな。怪しいぞ。 OK、 モブダメージ 60% 増加、プレイヤー HP 60% 減少。これ最悪じゃん。最悪のがついてるよ。減る減る減る、これ減る。いや、さすがにそこの帯電は無理だぞ。ちょっと待って、まずこっから倒そう。よしよし、 OK。 OK、 この帯電はね、まず無理。ちょっと待って、お前らをまず倒さん。うわぁ、どうしようもない。 HP が 60% 減ってる時にこのダメージは辛い。 OK、 よし、固まったよ。あと1体ですね。いや、なかなかじゃない。プレイヤーダメージ 60% 減少の HP 60% 減少でクリーパーに変わる。クリーパーの攻撃もらったら終わるよ。よし、いたいたいた。 OK、 きつきつ、これ。 OK、 でもそれを俺は攻略していく。よし、いいんじゃない。いいね。うわ、めちゃくちゃ減るし。ちょっと待って、一発で、おいって、これきつすぎないか。 60% 減少、
ほぼ攻撃もらったら終わるんだけど、やばいやばいやばい、そういうことやめろ。ちょっと待って、ポーションバリア入ってるよ一応。入っててそれなの、おいって入っててそんな食らうんかい、やめてくれ。よっしゃー、ボスまで到着。めちゃくちゃきついめちゃくちゃきつい。プレイヤー HP が下がったのがね、本当に痛い。で、さらにダメージも減ってるんで、回復がね、あんまりしなくなったんだよね。それがね、かなりきつい。いやー、まあ倒せはするだろうけどね、でもそれでもきついよ。もうここはもう弓で行こう。やべやべ、弓で行かんともう無理無理。よし、 OK、 はい終わり。いけるか、まあポーションバリアをうまく使って戦っていきましょう。 OK、 うん、60% 減ってこれだったら、おーいーって、え、あれに当たっちゃダメだったか、マジか、やべえ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 。ちょっとおい、ポーションバリア使ってこれかよ。はい、ということで戻ってきました。やられてしまいましたけども、ちょっとねエンチャントがエグかったね。 HP60% 減少か。そうか、100万ぐらいになるのね、HP が。いや、それで自分の攻撃力も減ってたんで、倒しにくかったなぁ。でも、あのね、このスタッフ系、強かった。おぉ。なぜか俺使わないんだけども、まあ、そうか、リーチが短いからか。リーチ短いのあんま好きじゃないんですよね。でも、今日ね、改めて使ったところ、意外とこれいいね。火力が高い。うん、かなり高かったですね。なんで、今後、タワーで出てきたりとかしたら、使うかもしれません。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。では、またやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。